はい、のさいおはようございます。では、アランウェイクツ引き続きやっていきましょう。今回は、老人ホームバルハラに行きましょう。おお。もしもし？サーガ、トールだ。俺がお前のじいさんだ。そろそろ来るかと思ってたぞ。私が来るって知ってたの？大問題があるが、今気にするな。今、チキサー、チキサーめ、このクソババ、クソ。何なの？あの療養所は何かおかしい。老人ホームバルハラ、オールドゴッズオブアースガルズのオーディン・アンダーソンとトール・アンダーソンが晩年を過ごすために2014年に設立。リターンの復帰ツアーの後に建てられたが、突如彼らの別れのツアーとなり短縮され中止された。その前には彼らの代理人としてバリー・ウィーラーが数曲のヒット曲を出していた。バランス・スレイス・ザ・デーモンなどだ。二人の老人は名前の由来通り豪快だった。舞台裏のパーティーは手に負えなくなった。煙がもうもうとしていた。ウィーラーは目を細めた。偏頭痛が襲う。酒とドラッグ、ロックンロールの決まり文句。彼らは演奏の後に毎回逃げ出した。ウィーラーは行かれた二次会の会場まで警備員に追跡させた。存在のせいで。別の原稿の表紙を見たことがあった。タイトルはリターン。書いた記憶はないが、どこか馴染みがあった。大事なのだろう。探してみよう。執筆ボードがまた真っ白になった。新しい走行がいる。振り出しに戻ったが、ゴールには近づいた。イニシエーションの走行を書くんだ。殺害現場を使い、パーラメントタワーへ。スクラッチは闇の世界からアリスを狙っていた。無事だが。Thank you.
ゲストはアラン・ウェイクさん。いつもとは違うショーを。俺は戻ってきた。そして俺は忘れていなかった。仕組みが分かったのだ。次はこっちの番だ。もうサプライズはいらない。夜の闇の中、どんな悪魔と戦っているのか。我らがハウスバンド、オールドゴッズオブアースガルズと共に作ったこの曲もお届けします。タイトルは闇の使者。でもこう呼んでいます。ミュージカルアラン・ウェイクの旅の物語です。いつもはおしゃべりですが、今夜は代わりに歌いましょう。You grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. And chilling thrillers of hard-boiled killers became bestsellers. It was all too much, I had to get away.
But there is more to it than meets the eye. I never meant for it to ruin my life that way. Would you say you lived a jaded lie? Dark shades could never save the day. So sad, but true.
なり良かったな。なんか全然わからんかった。何だったんだあれは。Dark place, am I trapped in here? Is this real? I cannot remember. There was a manuscript, it held a key. A vicious cycle I must not surrender to. Echo seems to seek out again and again until I figure it out to bring this song to its end.まさかまだ妙なことになるとはな。いきなりパート終了。わからん。
全ては俺に関わる問題なのだ。闇の世界が行うこれも。だが俺には何もできず、途方に暮れるしかなかった。公衆電話がまた鳴っていた。謎の人物がまたかけてるのだろう。もっと情報が必要だった。アランか、私がわかるかな。わかるわけない。おっと、気が短いな。私がパパラッチじゃなくてよかったな。うるさいやつだ。正体も明かそうとしないくせに。覚えているか、君は。危ない。スクラッチが近づきつつある。別の原稿もある。イニシエーションじゃない、リターンだ。タイトルを見たからな。俺は書いた覚えはない。リターンだって、それこそが求めていたものだ。スクラッチには渡せない。私たちの命、いや、この世界の全てがそれにかかっているからな。こっちに来い。オーシャンビューホテルだ。部屋の鍵は置いてある。公衆電話の上だ。闇の世界はループと儀式で動いている。波に押し流されるなら別の入り口を探せ。海の流れに身を任せろ。マラオ、いいな。オーシャンビューホテル。怪しげな会合への怪しげな招待状。この街の礎となった小説のジャンル、ハードボイルドの舞台としてはうってつけだ。あ、ここね。あ、目の前じゃん。オーシャンビューホテル、俺の目的地だ。え、どこに行くの？665。ループによって通りへ戻ってきた。電話では何と言っていた。波に押し流されるなら別の入り口を探せだったか。別の入り口？おお。どうなっているのかわからないが、ネオンの看板がホテルまで導いてくれるはずだ。
ートのリーダー、お前が犯人だ。目でわかる。違う、犯人は俺じゃない、スクラッチだ。時間がないんだ。逃がさないぞ。世界がずっと頭に広がっていた。あれだけの悲惨な出来事、痛みを忘れることもあった。時々だったが、めちゃくちゃでイカれてる。闇の中にいるのではなく、俺が闇の世界で全ての源であり器だ。あいつと同じだ。頭の中から闇で毒し続けていた。また手遅れになる前に逃げ道を見つけなければ。
オーシャンビューホテルが見えた。目的地に近づいていた。光がドアの続く先を変えるんだ。
メニューに目を引かれた。ショットガンは使える。
オーシャンビューカクテルがあるから2550。なんじゃそれ。おお、ここしかないやん。部屋にはプロジェクターしかない。またゲームの始まりだ。映画は再生を待っていたのか。この影と霧の寺院には床に窓があり天井に扉がある。自分が立ってるのか走ってるのか座ってるのか全くわからない。お前があの電話を？そうさ、トーマス・ゼインだ。ゼインの家にようこそ。詩人でダイバーの？俺にそっくりだ。君が私にそっくりなのではないか。そのダイバーこそ私がある映画で演じた人物だ。私は監督だ。世界屈指の名。答えがいる。なぜリターンがそんなに大事なんだ。君はいつだってそうやって感情的になる。何か飲む？私たちは運命共同体さ。二人のアーティストのコラボ、そうだろう。脱出するための鍵を作るんだ。君の力作リターン、私の映画がその対になる。人生を一変させるビジョンを分かち合い、さらなる高みでの融合、卓越した芸術を作り上げるんだ。そう、この部屋で。クリッカーがいる。
そうして魔法が起きた。もうたくさんだ。アリスが危ない。別の殺害現場が必要だ。パーラメントタワーへ戻ろう。スクラッチだ。アリスは無事にニューヨークに戻ったが、スクラッチが境界域から彼女を狙ってる。リターンこそ闇の世界から脱出する鍵だ。奪われる前に手に入れろ。殺害現場がホテルにある。筆が進む通りに任せるんだ。おっと、誰？やつらか。君がここにいたことは秘密だぞ。病的なトーマス・ゼインが会話を終わらせた。必要なものはある。ホテルの別の殺害現場が脱出に導いてくれるはずだ。そこへの道筋を書かねば。アイデアが頭から離れない。もう少しだ。線から漏れるささやき声のせいで眠れなかった。エーテルを通って聞こえてくる言葉。殺人教団がテーマの劇中で殺人事件が起こる。あざとくカメラを見ながら彼はまさに現実と虚構の融合だと言った。言葉の教団とそのリーダーであるミスター・スクラッチがこの件に関わっている。その正体はアラン・ウェイクとの噂だが、だいぶ前に行方不明になった作家だ。ケイシーの物語にホテルは完璧な舞台だ。正しい道を進んでいた。まずは入り口のロビーからだ。入り口が雰囲気を出していた。被害者も犯人も刑事も誰もがそこを通る。明晰なビジョンが、アイデアがここで俺を待っていた。
の監督なのか。ああ、そうだ。カルトの講演はショーの前の儀式から呪われていた。カルトは体験型の演劇のことだ。それについて詳しく話してくれないか。イマーシブシアターってやつだ。このホテル中で観客が参加できる演劇。カルトは伝説だ。書かれた脚本が失われたため劇団から劇団へ交渉で伝えられている劇。どの劇団も一度しか上演できない。この劇には特別な力があるそうだ。俺たちは霊に呼びかけて遊ぶ子供みたいなものだ。だが悪魔に呼びかければ悪魔はそれに応える。ショーの前の儀式、それだ。それが重要なんだ。最初から始めなければ。よし、ではね、今回これで終了して、次にね、またすごい精神世界がすごいな、これやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。